ビリケンクッキング。本日の晩ご飯は茶碗蒸しと大根サラダとカレーの唐揚げポン酢がけをしてみたいと思います。まず最初に時間のかかる茶碗蒸しから仕込んでいきます。割合的にはこんな感じになりますんで、じゃあ仕込んでいきます。まず最初に茶碗蒸しの出汁を作ります。まず卵をボウルに割ります。卵は割った殻が入ってるかもわからないので一度こします。こちらのお出汁の方にこの割合の出汁を入れてます。茶碗蒸しの出汁は、3対1になりますんで、3が出汁、卵が1になります。こちら 100cc ありますんで、この出汁を 300cc 入れます。入れます。念のためにもう一回こします。これで卵の殻が完全にない状態になりますんで、これで軸を切り洗いまして、椎茸だいたい3つぐらいに切って入れましょう。かまぼこいきます。かまぼこもな感じに切って入れましょう。こちらゆり根はもう湯がいてますんで、パラパラっと入れていきます。ささみの方、ここに筋があるので筋だけ取って、あとはザクザクと切って入れていきましょう。エビの方は皮を剥きまして、ここに背ワタがあるので背ワタを取ります。そうしまして、一度水で切って入れていきます。そうしましたら茶碗蒸しの方、三つ葉を入れて完成になりますので、お出汁の方を張っていきます。だいたいこれぐらい張って蒸します。そしたらティファールに入れて20分蒸します。それでは第2品目、田舎から送ってきたすごいでかい大根を使った大根サラダを作ります。大根の皮を剥きます。はい、切れました大根に、氷水を入れてシャキッと刺します。カレーの水気をきちんと切りまして、あとは片栗粉で揚げていきます。少し塩コショウだけしときます。ポン酢で食べるので片面だけでいいです。油の温度は、油に箸を入れて薄く泡が出てきたら温度が上がってきてるんで、カレーを入れていきます。あとはじっくり火を通していきます。大根サラダの方がシャキッとしたんで器の方に持っていきます。大根の上に貝割れを少し入れて彩りにして、あとは韓国海苔を上に散らします。
これが今日の大根サラダになります。はい、カレーの方が揚がってまいりましたんで揚げます。これは熱いうちにポン酢をかけると美味しいですよ。いきます。音を聞いてください。さあ、蒸し上がりました。うまくできてるでしょうか。お、上手に固まってます。今日はヘルシーな晩ご飯ができました。